皆さんこんばんは。今回は、前回も色違いのイグニタス 4MD 紹介しましたけど、今回もイグニタス 4MD、白と、青ですねのカラーを紹介していきたいと思います。はい、まずアッパー素材は、プライムスキン、水の独自で作っている、人工皮革ですね。プライムスキンを使用して、皮ほどではないですが、とても柔らかい、いい人工皮革になっておりますね。すごく足なじみがいいです。次、インフロント部分、ここには、バイオコントロールパネル、縦回転、斜め回転、など、様々なキックに対応したパネルとなっております。はい、次に、インサイドエリア。インサイドエリアは、パスのしやすさだったり、ここなんていうか、無回転パネル、無回転の蹴りやすさ。ボールのトラップなど、ボールタッチに関することがすべてやりやすくなっているいいところですね。はい。僕的には非常にここがいいですね。この部分がとても好きですね。はい。次にソール。ソールは、ブレード型で、12本のスタッドをブレード型で作ることによって、蹴るときにしっかり足が刺さり、ブレがなく、しっかり蹴れるようになっていますね。しかも、これは非常に走りやすいですね。とても土をガッとこう掴んでくれる。その効果があるので、とても走りやすかったです。で、かかと。このヒールカウンターでしっかりかかとを掴んでくれるので、非常に足にもフィット感があり、蹴りやすさはもう抜群ですね。じゃあ、シュータンは、このように、ここがクッション、クッション材が入っていて、とても足に締め付けた時の負担がなく、快適にプレイができますね。このようにシューレースは普通の、シューレースですね。はい。今回はイグニタス 4MD の白とは、前回この色紹介しましたが、今回はこっちの色。新作モデルで紹介してみました。良ければ高評価なんかもお願いします。ご視聴ありがとうございました。